あ、これ、メガバス、やったべ、やっちゃったべっていうね。おはようございます。釣り子 TV です。先日ね、紹介したこちら、メガバスのサザンカ 140F。これでね、あれこれはってね、なんか予約した時点から感じていたことがあるんで、ちょっとね、お話ししていきたいな、なんていうふうに思うんですけども、これ、元ネタありますよね。いやー、自分もね、好きでね、今年よく使っていたんですけども、というのは、まあ、これがサザンカ 140F で、はい、これ、大人気、ウェイキーブーですね。あれこれ、ウェイキーブーに似てんじゃないかなと思って、ちょっとまずはね、こちらの動画ご覧ください。さあ、オリジナルなブート、サザンカですね。結構酷似してますけど、ちょっと泳ぎの方の感じも見てみましょう。さあ出ましょう。さあ投げて、よーいドン。エビってる、エビってます。どうぞ。よーいドン。ブーの引き波の方が引くスピードの違いか。若干サザンカの方がワイドウォーブル一緒か。似てるね、似てるね。これちょもう一回お願いしていいですか。こう巻くスピードがシンクロした時に全く同じ動きになる。見た感じはなんかサザンカの方がワイドウォーブルに見えるんだけども、こう近寄ってくるとね、こう同じルアーですかっていうような感じになってきますね。どうですか皆さん。最後に似てましたね。最後に似てた。多分ね、あ、本当だ。ウェイキーブーがちょい差をなんかすげえボイルしてんだけど、ウェイキーブーの方がさおちょい立ての時とサザンカの下で保持してる時の泳ぎが一緒ですね。はい、どうぞ。こうなってくると、まあ飛距離は謙遜ないようなんで、 LBO な感じが好きな人はサザンカ、
LPO みたいな感じはやっぱりねっていう人はブー、ワープさせてるんですか。負けないよ。サザンカもワープすっか。サザンカもワープすっか。サザンカもな、負けてない。ワープすっか。ワープすっから、こっち。いや、ワープすっから。いや、それは言っちゃいけないやつ。あくまでも、なんだろうな。いや、ブー飛ぶね。ただブーの重心移動システムの方が、なんだろう、サザンカよりこうね、ちょい投げでちょんちょんっていう振りで投げたい時はブーの方が投げやすいよね、多分ね。弾道は別に大丈夫なんだけど、まあだから、うん、そうだね、ちょい投げで、うん、はい、ありがとうございました。はい、というわけでね、試してきました。結果から言うとね、もうね、ほとんど似ているなぁなんていう風に感じたんですけども、違いというと、このサザンカは後ろの方がちょっとぽっこりとしたね、こういうところがあるのに対して、それがないストーンとした感じかなっていうところと、もうまさにこの、なんだろう、顔つきとかですかね、メガバスならではのリアルフィニッシュな感じと、ウェイキーブはね、ちょっとね、こう、なんかシーバスルアっぽいね、愛嬌のある顔立ちね。こんな感じで違うのかな。あとは、正面から見るとね、こういう感じで、まあちょっとリップの形が違うよっていうね、そういうところですかね。で、これによって、こう、微妙な動きの違いとかがね、生まれるのかなというところで、ボリューム感に関してはね、こんな感じで、ほぼ一緒ね。まあ、フックの位置もほぼほぼ一緒かなっていう感じで、こちらね、ロンジンのウェイキーブー、もうね、これはね、一つのこう、ウェイキーブーっていうジャンルじゃないかなっていうぐらいね、非常によく釣れるルアーっていうことで、自分のもう絶大な信頼を寄せている釣り馬の先輩が、ウェイキーブーはちょっとやばいよ。昼も夜もとんでもなく釣れる。ね、あれはもう、その、あれだけの動きだよ、なんて言ってたんで、それで、そうなんだと思って自分も使い出してみたところ、まあ、確かによく釣れる。ね。もう、この、ウェイキーブーっていうジャンルじゃないかなっていうね、そういう釣れ方をするルアーなんですね。で、そこに来て、この、メガバスがね、非常に似たような感じの、こう、オマージュというか、こう、リスペクトというかね、詳しいところはどうなってるかわからないです。まあ、すごいこう似た感じのね、サザンカが出てきたっていうところで、もうこういうね、形のジャンルですね。うん。まあ、大元で言ったらこういったレンジをね、非常に器用に、いろいろ使えるっていうところだと、まあ、それこそミラクルワークスのルアーとかだったり、あと自分が、シーバスおかっぱりとかでよくやっていた頃なんかは、S4 なんていうね、ルアーがね、もう S4 の独壇場みたいな感じで、こう、表層で独特なね、ウォーブンロールアクションで引き波を立てて、で、ちょっとレンジも入れることができるっていうのだと、まあ、そうですね、S4 っていうね、ルアーね、大好きで使っていたんですけど、その後、まあ、悟空とかいろいろね、こう、表層をうまいことを、泳ぎ
できるジャンルっていうのがね、確立されていって、そして、まあ、この、もう、ロンジのウェイキーブーでね、頂点を極めてるんじゃないかなっていう、そういうジャンルかなと思うんですけども、そこにこの、メガバスもね、いや、うちならではのコンセプトだったらこうだよ、みたいな感じで送り出してきたのが、刺客っていう感じじゃないかなと思うんですけども、まあ、見た目はこんな感じなんですけども、中身の方に目を向けると、まあ、こっち重心移動システムね、結構普通の重心移動システムが入っていて、で、こっちは LBO が入っているっていうことで、まあ、そこら辺でその重心移動システムのね、違いで使い分けなんかしていくっていうのも一つ手かな、ね。ただまあ、両方投げてみた感じは、もう、ほんとね、こうつけがたいというか、まあ、両方まあ、よーくぶっ飛ぶ。ウェイキーブーももともとものすごいぶっ飛ぶルアーなんで、だから、まあ、そこら辺が、なんだろう。こっちには LBO が搭載されていてっていうね、そういう感じですかね。まあ、あとは、自分の場合なんかはメガバス大好きなんで、メガバスのこんな感じのルアー使ってみてな、面白いなっていう感じでね、それで気持ちよく使えておりますが、まあ、ここら辺からね、こう、サザンカってルアーっていうところから、今後はこう、なんか元ネタみたいなのあるみたいよっていう感じで、こっちのウェイキーブーがね、さらに評価されたりとかね、こういうなんかまあライバル関係によって、どんどんここら辺の、いろんな改良とかがなされていって、この手のジャンルにね、さらに、よく釣れるルアーなんかが増えていったら嬉しいなっていうふうに思う感じなので、まあまあ最近よくある流れだとね、あれどこどこのパクリじゃないっていうね、そういう感じの意見とかもね、必ず出ると思うんですけども、あ、これ、メガバス、やったべ、やっちゃったべっていうね、そういう意見とかもね、いっぱい出てくるんじゃないかなって、いろんな意味でこれ問題作だな、なんていうふうに思うんですけども、まあ、両方使い比べた感じね、本当もう、両方とも、とても素晴らしいルアーだななんていう風に思うんで、まあちょっと今後ねいろいろ釣り込んでみて、使い分け、まあ、その時の気分によってぐらいの感じかなと思ったんですけど、使い分け方法なんかもね、このメガバスならではのこのエアフィニッシュが効いた、LBO でもう一伸びしたかもとかね、そう、まあやっぱ違いないです。もうあとはねもうね。ちょっと投げやりになってきましたけども、お好みでね、使ってみるのもいいんじゃないかなっていうね、そんな感じでございます。はい、というわけで、本日の釣り教 TV はこちら、メガバスやったべっていうことでね、まあこれ元ネタでいいんじゃないですかね、よく釣れるウェイキーブーと、あとはメガバスからね新登場のサザンカ、140F、これを投げ比べてみたらこういった動画でございました。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。